波口治は日本のプロレースラー。2001年にプロレースリングゼ0ンに入門し、2年もの間練習生を務め、2003年11月7日、金村金太郎と大流血のデビューを果たした。スペルクレイジーを師匠にルチャのムーブを覚える。2004年12月に不動力屋から障害発のピンフォールを奪う。2005年8月24日、 ホは世界ジュニアライトヘビー級選手権にて、フェロッソよりドリームキャッチにて勝利し、見事チャンピオンとなるも、同月31日、奮闘を虚しく中島勝彦のジャーマンスープレックスに、敗れ大座陥落。その後も、高西翔太にホールを奪われる、プロレスリング、ノア所属の若手、青木敦史に良いところ少なく連敗するなどスランプが、続く。2007年5月6日、 ヒダカ・カオール人と組んで出場したリファカップは3位だったが、その3位の盾をヘラクレス王地下に取られてしまい、8月23日に髪の毛をかけた試合に挑んだが敗北死坊主になった。2009年10月24日、後楽園ホール大会において、デビュー戦の相手である金村金太郎とのハードコアマッチを最後に引退した。2009年12月27日、 地下プロレス団体、エグジットのメイン、高岩隆一上田 VS、梅沢菊次郎&、波口治で復帰。2010年8月10日、東京グレンタイ自主工業、田島久志丸&、南野武史 VS、菅原拓也&、波口治戦で、プロレスラーに正式復帰し、記者会見では今後フリーとして新日本プロレスや、プロレスリングノアへの参戦を希望した。 2013年は頑張れプロレスにて、大屋県代表らと構想を繰り広げた。今までいじられ、役だったのがここでは、小笠原和彦と組んで、ヒールとして活動。または天玉川を仲間に加えた。2020年現在は、プロレスリングヒートアップのほか、主に首都圏のインディー団体に出場している。ありがとうございます。